どうなの？あ、クラウド。リゾートにも出…ジュノンでの失敗を踏まえ…サインくん、安心。モンスター討伐はど…なーに？小言言いに来たの？申し訳ございません。当ホテルご宿泊の方。限定です。窓と一緒に。張り切っていこう。すごい。あなた、ただも…うっ、打ち抜かれ…胸ではなく…さて、次はどんなデートかな。デートの安売りだな。クラウド、考えすぎ。楽しもう。仕事だけど…もう…じゃあ、そう思ってね。私は、デートだって考え。得意じゃないんだ。マジの地図はないかな。で、知ってるよ、すぐ分かった。元気な動物さんたち、ランワイルドへ。あっ、それあ、来た来た。レースって？コスター、動物に癒されつつ白熱する。じゃ、聞いていなかったのか。
楽しみだね。クラウド、どんな水着好き？なぜだ？参考にしようと思って。そうだな、機能性が高いもの、撥水性が高く、水の抵抗を受け流し、水中での戦闘を想定した水着がいいな。なるほどね。歩き疲れる前に、ウィリーはどうですか？クラムシェルビーチを。チョコボデートなんて私初めて。何度か乗っただろう。それとこれは別。確かに貝殻を探すのは初めてだ。はぐらかした。もしかして緊張してる？まさか楽な仕事だ。してる。あ、兄貴、どうしてここに？ああ、ジョニーに材料。
貝殻があるのってこの辺りかな。その前に行ける？掃除が必要だ。おう、引っ込んで。気合い入れてくれ。俺が出る。やっ、そこだ。くっちょ、そこだ。散れ。どんなもの。ここで仕掛ける。せい、外れ。当たる。そっちは任せる。おいら頑張るよ。せい、ねえ、ねえ、倒さないでね。さて、貝殻探しに行きますか。まずはチョコボに乗らないとな。素敵な思い出作らないとね。中身もたっぷりだね。食べ応えありそう。味はどうだろうか。小さくて可愛らしいね。二枚貝の片割れを持っている兵士が戦場には大勢いたんだ。ああ、家族や恋人と持ち合いっこするんだよね。ロマンチックだよね。その貝殻を誰かに見せると、それは死の予兆に。狙う。連携しよう。刻む。行くぞ。行くぞ。見てろ。行くぞ。逃がさない。狙うぜ。あげるげる。チャンスだよ。さあ、まあ、俺が決める。隙を作る。どうだ。どっちか。行け。終わったな。悪いな。焼き尽くす。やっ、集中。この俺だ。行くぞ。ちえ。やく。行くね。まで。で行く。せや。か。せや。か。せや。か。仕上げだ。突き崩す。か。攻めるぞ。やってやる。仲間だ。まだだ。
白い形。大きさもまずまず。かなり集まったね。そろそろ戻ろっか。ま、もっといい餌がいるんじゃ。打ちかわしてくぞ。キリエのところへ戻ろう。だね。ねえ、もう一つの依頼はどうする？キリエ、ちょっと…あいつ次第だ。
兄貴、見つかりましたか？わお、よくこんだけ見つけてきましたね。これならバッチリです。やっぱ兄貴は規格外の男だぜ。じゃあ俺たちは材料を持ってシーサイド中。これで依頼は完了。いい。ジョニーに頼まれて手伝いに来た。おお、これです。熱々のシャワーを提供できます。何してるんですか？お前こそ。トンベリキングの王冠は俺いつまでも待ってますから。忘れちゃうと引かれ。あ、兄貴、大変お忙しいかと思います。
連携しよう。オイラの番だ。畳みかける。俺が出る。
はさせとこだ。落ち着いていけ。任せて。ずっとリバイル。はい。よし。ぐるぐるぐる。任せた。おお。引っ込んだろ。引け。やめ。死ね。連携しよう。オイラの番。いける？頼られちゃうな。削り取ってやるよ。俺が引っ張らねえ。狙うぜ。まだまだ。こっちだ。俺が出る。やっ、うわっ、仕上げだ。っここだ。よし、合わせる。くわここだ。行くぞ。くわっ、くわっ、くわっ、足止めだ。くわっ、沈め。くわっ、この隙に突き崩す。仕上げだ。くっ、沈め。仕上げだ。決めてやれ。力を出しろ。さあ、リープ。はは。ここで借り切る。攻め。どうだ。やっちゃおう。チャ。ハ。まさに。トンベリキングの王冠ゲット。早速ジョニーに届けてあげ。キングを倒してくれたんですか？それで王冠は？うわー！これが伝説の王冠！なんて神々しいんだ。そこそこ大変だったんだから感謝してよね。そりゃもうシーサイドジョニーのシンボルにします。こうしちゃいられない。早く帰って俺に知らせないと。それじゃあ俺は先に戻りますね。時間があるときにうちに寄ってください。俺が報酬を用意してると思うんで。おかえり。さて、どんな貝殻を集めてきたのかな。チョコボデートは楽しかった？綺麗に巻き上げられた螺旋か。耳を寄せ合って波の音聞いてみた？忘れてた。女性を笑顔にするのは貝殻か思い出か、あるいはその両方か。うん、おかげで新作水着のモチーフが決まったよ。僕は店に戻るね。あ、
後でビーチのイベント会場まで来てよ。水着の発表会を開くから。それじゃあまた。今度は二人乗りしてみる？チョコボ。スピードが落ちる。景色見るのもいいと思うけどな。前は譲る。いいよ。じゃあお邪魔します。次の市長選のためにもモンスターを掃除して支持率を回復しておきたいんですよ。ポスターを回るならウィリーが便利ですよ。狙った相手を撃ち抜くならこの水着で決まり。情熱的な水着で恋のレースを駆け抜けてみよっか。おしゃれして素敵な思い出拾いに行ってみませんか。諸君、水着が似合う美しい肉体が欲しくないか。ジム、ダンダンダンへ。さあ、ご一緒にマズルハーモニー。見に来てくれたんだね。どうだい、君たちのデートが生み出した新作水着はとっても素敵。でも私たち楽しんだだけだよね。コスタを楽しんでる人を見るとインスピレーションが湧くんだよ。うん、コスタデルソルは太陽の楽園。みんな素敵な思い出を作って帰っていく。その思い出を彩るのが私たちの役目だから、これからもコスタのマリンブルーな海とイターナルの空とシャイニングな砂浜を思う存分楽しんでね。そこにいるのはクラウド君じゃないか。あ、ウォールマーケットのジムの人。どうしてここに。ジムのみんなとマッスル合宿に来ていてね。毎年ここで新しいコスチューム。待て。市長の依頼はまだ終わってない。え、何？どうしたの？お前の始末を依頼されている。はい、それ何の冗談？冗談で済むかどうかはお前の返答次第だ。え、ちょっとなんで。私たちうまくやってきたじゃん。何が気に入らないの？名前を語ればなれるのか。ほら、まずは形からって言うじゃない。迷惑だと何度も言ったはずだ。わかった、もう名乗らないから。だから、お願い。はあ、俺を舐めてるのか。その辺で許してやっておくれよ。何でもや。おばあちゃん、太陽と海を満喫しようと来てみたら、何でも屋がいるって言うじゃないか。挨拶しようと思ったらこれだ。来たのがクラウドじゃなかったら、あんた死んでたよ。え？
ジョーはああ見えて百戦錬磨のショーアルだ。あれほど言っただろ、カモにする相手はしっかり選びなって。はいはい、分かってるよ。分かってないよ、全然分かってない。私なりに精一杯やってるの。いや、うまくいかない時もあるけど、おばあちゃんはいつもそう。私を子供扱いしてやることなすこと否定しないと気が済まないの。キリエ、私はあんたのことを思って言ってんのさ。ゆくゆくはスラムエンジェルの後継者にしようと。私はキリエの気持ちわかるよ。大人ってよく子供のためって言うけど、結局自分の思い通りにしたいだけなんだよね。それってすっごくムカつく。私ずっとスラムエンジェルに憧れてた。でも私はおばあちゃんじゃない。おばあちゃんが求めるスラムエンジェルにはなれないし、ならない。私は私だから。ほんと私の若い頃にそっくりだよ。え？ああ、分かったよ。もう無理強いはしないよ。音もなるべく控える。そうだね、これからは対等のパートナーってことでどうだい。だからさ、キリエ、帰ってきておくれ。じゃあというわけだ。何でもよ、世話になったね。孫は連れて帰らせてもらうよ。もうスラムから出さないでくれ。ああ、それは約束できないね。さっきはありがとう。別に私がムカついただけだから負けんなよ。当然ユーフィーにね。ほら、行くよ。うん。さて、せっかくだから一仕事していこうかね。あ、私いい情報持ってるよ。ここの市長だね。うんうん。それで、どうすんの？何でも屋はいなくなった。カポの市長に報告だ。生ぬるい気もしますが、まあよしとしましょう。これは報酬です。受け取ってください。市長、大変です。これを。隠し金庫がやられました。空っぽです。なんだと。急いでお戻りください。溜め込んだ金銀財宝をいただきます。ビーチに舞い降りた美しき怪盗コンビ、スラムエンジェル一世&三世だって。やるじゃん。
風情のあるやつ。ジョニー特製スタミナスープですよ。全部ぜ。お湯よ。丁寧に丁寧に。兄貴、俺たちがいろいろと助けてもらったみたいでありがとうございます。で、どうする？忍術解いちゃう？いや、ちょっとタンマ、リフォームはこれからが本番なんで、もうちょっと働いてもらいます。シーサイドジョニーは自分の手だけで生まれ変わらせたいんでな、お前ら。おー、というわけでババーンとコスタで一番の、いや世界一のホテルにリフォームしちゃいますんで、しばしお待ちを。ニューシーサイドジョニーへようこそ。わあ、兄貴どうすか？見違えた。兄貴たちに助けてもらったおかげです。そうそう、私の忍術のおかげなんだから感謝してよね。お前たちもありがとな。水くせえな、俺たちの仲だろな。シーサイドジョニーは俺たち全員の家だ。当然さ、お前こそこんな俺たちをまとめてくれてありがとな。俺たちはお前が誇らしいよ。これからもジョニー軍団、力を合わせて頑張っていこうな。いや、それなんだけど、ニューシーサイドジョニーも完成したし、俺たちそろそろ消えるわ。え？ジョニー、あとは任せた。ジョニー、お前なら一人でも大丈夫さ。ジョニー、じゃあジョニー、ジョニー。最初は口々にわめいてうるさいだけだったのに、いつしかあいつらの声に勇気づけられている俺がいて、くそ、胸にぽっかり穴が開いちまったみたいだ。文学的になってる場合か、兄貴。勝負はこれからだ。ですよね。みんなで作ったこのニューシーサイドジョニー、あいつらの分まで俺が盛り上げていかないと。うおー、燃えてきたぜ。お前は一人で十分だ。ありがとうございます。あ、そうだ、兄貴のコレクションを飾れるようにしたんです。もし世界の珍品名品が手に入ったら声かけてください。飾らせてもらう代わりに報酬も弾みますんで。シーサイドジョニーはこれからホテル界のてっぺん目指して頑張ります。いついかなる時でも極上のおもてなしでお客様のお帰りをお待ちしています。コスタにお越しの際はぜひシーサイドジョニーをご利用ください。珍しいものが手に入ったら持ってきてくださいね。シーサイドジョニー頑張ってるね。